命の危険があります。祭事を取りやめてください。お前が決めることじゃない。言いたいことがあるなら投書箱に文を入れるところから始めるのだな。それでは間に合いません。ダメだ。あの祭壇には致命的な欠陥が見つかりました。誰かが工作した可能性があります。ここで私を中に入れなければ後悔することになりますよ。こうして私が危険を解いているのにそれを拒んだのであれば、あ、もしかしてそういうことですか。なるほど、あなたは私を邪魔してことが起こるのを待っているのですね。つまり工作した輩とつながっているとか。気を失いそうだ。こんな小娘にあんな物言いをされたら腹が立つだろう。わざとそう仕向けたのだから仕方ない。騒いでもダメか。こんな小さな騒ぎでは祭事は止まらない。大したことはない。まだ気を失うわけにはいかない。気は済みましたが、通してください。中にやんごとなき身の方がいらっしゃるのでしょう。何か起きたら飛ぶのはあなた方の首ではありませんか。祭事を中断しろとは言いません。私を見逃してください。偶然ネズミが入ったとでも言って。それなら飛ぶのは私の首だけで済むでしょう。お前のような小娘の言葉を信じろというのか。では私の言葉ならどうだい。あなた様は。それにしても年若い娘を殴るとはどういうことだろうね。怪我をしているじゃないか。ともかくその娘の言う通りにしてやるっていうのはどうだい。私が責任を取るよ。